皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は6月12日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。とも子の意見に対して穂高先生は続けてと促し、神保教授は手を挙げ遮った。そして今日の滝川さんは反論するとも子に対してお言葉はいらんと一刀両断。しかし君の話は聞かないというものではなく、知識が足りていない状態では議論にならないからと、とも子に教えを授けるためライアンの元へ連れて行った。これはなかなか面白いし誠実な人物ですよ。花や絵や音楽があって、明るく笑顔にあふれたアメリカのファミリーコート、誰が来ても笑顔で歓迎してお茶とお菓子を出すライアンの部屋、滝川さんがつけたかった京都の少年院の名称愛の宇治学園、どれもが訪れる人の気持ちを和らげ受け入れる分かりやすい方法ですよね。日本的な読み方で蔡公祝と呼ばれていて、涼子様が本当の読み方を聞いてくれてひゃんちゃんと呼ばれるようになったのに、久しぶりに再会したら京子という別の名前になっていた。そして名前が変わっただけではなく、彼女の表情から他のいろいろなものが変わったのだと想像させられてしまう。とも子との思わぬ再会に思うところがありそうな表情だったけど、旦那様の塩見さんは優しい誠実な人だと思うし、今は幸せなんだと信じたい。お腹も大きかったですよね。そしてお兄さんとはどうなったんだろう。一緒に日本に来ているのかな。気になる。ひゃんちゃんが浮かない顔をしていたことなど、いろんな謎は残っているけど、生きて会えたことが何より嬉しいよ。そしてこの時代に日本にいるということ、未来を知っている私たちだからこそこんなに嬉しいことはない。ヨネさんもトドロキもひゃんちゃんも生きていた、命あればこそだよ。昼間にあれだけいがみ合っていたダンさんと浦野さんが滝川さんと一緒に酒を酌み交わす、それもめちゃくちゃ楽しそうに、すごく不思議な光景。ただただお酒が好きだからという感じでもない。合併の件はお互いに譲れないことはあるけど、それはまあ置いといて今は楽しもうかという欧米的なスタイルなのかもしれない。滝川さん、未だ推し量れず。レストランで楽しく食事をする人たちを見て花岡を思い出す智子。彼が亡くなってからたったの1年でこんなにも食料事情が変わってしまった。一体何のために命を懸けたのか。昨日滝川さんは花岡を大バカ野郎だと言ったけど、その意味を探る1週間になるのかもしれませんね。ずっと日記をつけ続けている春さん。朝ドラではヒロインが仕事を始めると家庭でのシーンが減って母親があまり登場しなくなる傾向があるけど、春さんはきっと休まずに日記をつけているんだろうなぁと想像できる。春さんには春さんだけの時間があるように見える。ドラマでは描かれなくてもその日にあった出来事を書き記しているんでしょうね。キャラクターみんながこの世界に生きているんですよね。ライアンとのお茶会にせよ、滝川さんたちとの飲み会にせよ、肯定的かどうかはさておき、とも子がそういうインフォーマルコミュニケーションの場に出やすいのは花江ちゃんと春さんのおかげなんですよね、という描写が地味に仕込んであるの、とても大切に感じました。おじさんたち大爆笑の飲み会、お上品なものだとは言えませんが、
お酒が飲めない塩見さんを気遣っていたり、智子に嫌味なことを言ったり、セクハラしたりという感じは一切なかったですね。あのおじさんたちはおじさんたちでルールを守って楽しんでいるのかも、いい風に考えすぎてますかね。滝川さんが口ずさむ東京ブギウギのメロディー、前作ヒロインの福来スズ子が悲しみの淵から立ち上がったことがわかりますね。同じ時代を生きているし、虎に翼の世界では笠木静子さんではなく福来スズ子が歌っているんだろうなぁと感じてしまいますね。ブギウギの後に虎に翼を見ると、世の中をいいものにする方法は一つじゃないと感じますね。羽鳥先生や鈴子は衣食住には関係しない音楽に何ができるか考えてきただろうし、智子は人権が平等に保障されていなければ人は安心して芸術活動をしたり娯楽を楽しむことすらできないという思いがある。いろんな人たちの普段の努力の結果、楽しい毎日があるんですね。小橋のどうせ若い女でも囲ってるんだろ、ちょびひげはスケベだ、この発言にすかさずナレーションが憶測と偏見ですというツッコミを入れる。まったく小橋という男はと呆れちゃうシーンかもしれないけど、果たして自分自身はどうか考えてみる。おじさんにも女性にも誰に対しても偏見で決めつけちゃいけない。当たり前のことだけど、完璧にできているかというと自信がない。愛の宇治学園でここまで爆笑できるおじさん3人、きっといい人たちだな。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。